ねえ、ナオリは初恋って覚えてる？やぶから棒に何？てか、人に聞くなら自分から言いなよ。私は、ジュンと初めて会った時かな。あんまり周りにいないタイプだったし、一目惚れだったのかもしれない。ほら、答えたからあんたも。私は落ち着きある人がいいって感じだったから、やっぱりパダワンよりはマスターの方が最初から好きだったかな。だからあのラストは本当に悲しくて。何の話してるの？え？ファントムメナスの話だけど。リーアム兄さんめっちゃ渋くてかっこよかったじゃん。映画の話題は振ってない。次回好きにしていいんだよ。もしかしてナオリって年上好き？え？今更？ま、推しと恋愛は別だけど。